では、カレラプラス試乗します。3月27日、タンナですね。カレラプラスはね、ラインが、ライザーが、A ライザーが、セパレートになりまして、非常に地上で扱いやすく、今テイクオフ見てもすごく楽に上がっていきます。ライズアップが楽になりました。上がれてまして、ラインは PPSL ラインで、非常に認識しやすい色分けしてあるラインでございます。グリップはねシンプルに、ボールのライン、その分、グリップは高く上がっていますので、操作的には、グリップに手を通して持つぐらいで十分の、手に巻くことが、必要ない感じの長さに設定されています。ブレークプレッシャーはですね、柔らかい感じで仕上がってます。ストレスない重さですね。はい、西斜面なんでね、まあ、午前中10時なんですけど、少し日の当たる面に来てファーストサーマル、微妙な感じですけど、どうでしょう、カレラプラス、よく上がる、まあ、周りのグライダーと比べてもね、上がりがいい感じです。まあ、サーマルを外さないんですかね、リフトに乗っかっていくような、いいキャラクターなんだと思います。そうですね、変にノーズが下がる傾向もなく、上昇気流が強いところで、ロールインをかけても決してノーズが下がることなく、旋回にエントリーしていく感じで、非常に上がりがいい、旋回特性です。アウトサイドのブレークはほんのちょっと、かけとく程度で、いい感じですね。あまり深いニュートラルポジションというよりも、クォーターの半分、8分の1ぐらいの、ブレーキングで、がニュートラルポジションのイメージです。全体的にソフトな軽い感じの、ハンドリングです。こういう感じでね、小さいんで思い切って引いてやる。でそのままバンクを位置してみてやる。ラップ、ハーフラップをしてカラビナの位置ぐらいでいいですね。決してスピンに入る傾向もなく、非常に、小さく、回ってくれます。これがこのプロファイル、 EPT プロファイルの強いところだと思います。最高のコンディションなんで、リフトを探してトアップし、トップアウトできればと思ってます。今日はカレラプラス、上昇気流がいいとね、いい旋回します。結構ねバンクかかってるような感じなんですけれども、パイロットはそんなにダイナミックな感じがせず、穏やかに小さな旋回を楽しめます。カレラプラス、結構強烈なコンバージェンスっていうか強いサーマルですけど、翼はまあビクともしないって言いますかね、入れても非常に安定してます。これがやっぱりジンタッチって言いますかね、ジンの持ち味、しっかり押さえてればがっちりサーマルの中に入っていきます。そわそわしない、揺れない、さすが、ジンさんの作るグライダーはタフなコンディションになればなるほど、進化が発揮されます。
ちょっと抑えてね、飛んでれば、理想的な動き、サーマル、強いリフトの中でも、まあ、乱気流の中でもね、操作性がいいって言いますか、翼がしっかりしてます。さすがです。インペア1500。1600ぐらいありそうですね。最高です。はい、カルダプラス。で、アクセレーションは、ライザーをね、こうがバットしっかり握ってていいかと思います。で、A ラインにこう指をですね、人差し指をちょっと乗せる感じで、そうしますとつぶれがね、指で感じております。それを感じてから、アクセルをリリース、あるいはブレーキコードを引く、それで、間に合うと思います。そういう乗り方で安定させて飛ぶ。